近い将来、日本人が消滅します。って言ったらあなたは信じるだろうか芸能人、あのサッカー選手のスキャンダルは全て四国の あの場所に繋がっている話。まあ、皆さんあんまりテレビとか見ないかもしれないんですけど、松本人志さんが芸能活動を休止して、今、代役のタレントや芸人たちがそこに枠にはまってね、まあ,あ、通常通り番組が行われてるんですけど、なんとですね、視聴率が下がるどころか、むしろ上がってると、テレビマンたちは松本人志さんが、まあ、休止したことを、まあ、喜んでるみたいな記事が出てましたね。まあ、以前、吉本工業、現トップと松本人志さんとの確執、みたいな なことも触れたことあるんですけど島田紳助さんの時と同じようにこの大御所がいなくなるとまあ、芸能界っていうのはまあ活況するのはまあ当然なんですよねまあ、この若返りっていうのは結果的なものなのかそれとも仕組まれたものなのかって話でございます松本人志さん問題まあ、あれからどうなってるんだっていう話なんですけどもう今十数人女性側の告発者が出てきて でも相変わらず証拠っぽいものは何もなく、まあ証言みたいなやつでとにかくご利用ししてきてるわけなんですよ。以前、松本磯さんの上に、まあ、女性が乗っかって、 まあそれを共用した写真だみたいな証拠写真出てきて話題になったんですけど今実はこれが合成写真じゃない仮説っていうのが出ていてまあ陰謀論だとか週刊誌サイドのでっち上げだとかまあいろんな意見が飛び交っていますまあただこれが事実であろうとなかろうともう松本人さんにテレビに帰る場所がないというのは事実まだ裁判の差の字も行われていないのに事実上松本さんは社会的制裁を受けたって話なんですよ サッカー選手の伊藤純也さんね。まあ、彼もですね、あの、先日日本代表戦の最中に女性問題がクローズアップされて試合から外されるみたいなことありました。ね、なんとですね、この女性サイドを伊藤選手側が2億円で訴えるという話をしていると、まあ、今のところ女性サイトが証言だけでまあ裁判に持ち込めるっていう、ある意味で悪臭とも言える法律がま,あまかり通っている事実。今回伊藤選手が逆に訴えたことでこれに一石を じじるんじゃないかってて言われてますちなみにこの伊藤選手ってフランスのサッカーチームに属してるんですけど今回の件まだ確定もしてないから推定無罪ということで試合に当然のように出してもらってるそうたや日本は疑惑が出ただけでテレビ番組を降ろされたり代表から外されたりするわけですこれどっちが正しいんでしょうか最近『週刊文春』は北海道のね旭川のね某事件があるんですよこれの加害者たちに 直撃すするっていう記事出したんですよ僕これ素晴らしいと思ってて、でも、方や文春は松本さんの件とか、なんかこう、週刊誌の暴力みたいなものを使ってるわけじゃないですか。ね。どっちがしたいねん、お前らはって僕は思いました。朝日川みたいな、誰も手を出せないようなことこそ週刊誌が行くべきであって、ぜひそっちで本領発揮してほしいなっていう話なんですよ。まあ今ね、例えば男性が女性に対して声をかけたら、まあハラスメントだとか、まあ今回みたいに合意があったとしても、 もちそれが覆されるみたいなすごい戦々恐々とした社会が出来上がってしまってると。もともと若い世代はもう恋愛しない人もいっぱいいるわけですよ。ただでさえ少子化なのにめちゃめちゃ危機的状況なんですよ。でもこれって実はそういう風に仕向けられてるって知ってましたか岡山県の家庭裁判所である判決が出たんです。政治に関関してて手術の有無は関係ないっていっっう判決だったんですこの件皆さんどう思いますかこれちなみにサブチャンネルでも語ってますんで。まあ、今後このチャンネルなんかあったら こっちで配信しますんで、ぜひサブチャンネルも今すぐ登録してください。お願いします。去年ね、あの、L で始まる法案作られたじゃないですか、日本の国会で。で、あれを推進してた稲田議員は、お風呂とかトイレとか更衣室に まあ性を辞任する人たちが入ってくるって話ではありませんって言ってたんですよ。なんですけど、今回の火災の判決では、手術関係ないって言ってるから、結局、口頭で、自傷だけでいけちゃう社会が今後来ちゃうって話なんですよ。でも、これって何を意味するかっていうと、伝統的な家族制度の崩壊、ひいては日本人の消滅につながるって持ってるわけ。これ大げさだと思いますかエルナントカ法案って、誰の肝入りで、 進められたか知ってますかって話なんですよこれ当時国会で法案成立前に中日アメリカ大使が やりなさい、やりなさいってめっちゃせっついてたの知ってます彼はホワイトハウスから支持されてやってるんですよ。で、ホワイトハウスの大統領の奥さんが実はこのエルナントカ法案に、まあ、めちゃめちゃ思い入れが強くて、で、日本でそれやらせようとしてるんですよ。ちなみに自分の国ではできてないんです。これ世界的に見ても日本だけなんですよ。なんで日本でこのエルナントカ法案を推進しようとしてるか知ってますかそれは 日本人を消滅させるためなんですよ。この L のなんとか法案の本当の黒幕知ってますこれ実はイタリアの中にあるあの某宗教国家、ベジケンっていう、ベジケンっていう勘があるんですけどね、この勘の一番偉い人、実はこの人が L の思想を世界に広めてるんです。知ってます最近の人事で大司教と呼ばれるこの集団の中でもめちゃめちゃ重要な養殖あるんですけど、ここにですね、 エルの過激派の思想を持った人物をそこに据えたんですよ。これそういうメッセージなんです。いや私、私多様性社会はいいと思うんですよ。みんなが幸せに暮らせたらいいと思うんですよ。でもそれをですね、例えば伝統的な家族制度とか、そういったものに当てはめるのは違うと思ってて、でもこの世界最大の宗教集団は、これ見よがしにこれをめちゃめちゃ推し進めていってると。で、それ、でも実は他の国では失敗に終わってるんですよ。アメリカも、ヨーロッパも、 最近はちょっとあんまりやっぱりダメだよねってなってるんですよ。でも日本だけ法案が成立してしまったんですよ。でも実はこれ元から日本だけがターゲットだったんです。なんでそこまでして日本人を消滅させたいのかって話なんです。それはある成人が深く関わっているんです。それが イエス・キリスト。彼は、ま、ゴルゴダの丘で十字架にかけられて亡くなったってなってますけど、あれは別人が身代わりになって亡くなって、本人は生きたまま東方に脱出し、その後日本に渡ってきた。作家の木内鶴彦さんによると、彼はイサヤという名前で九州に上陸し、最終的に四国で昇天したって言ってます。ちなみに、伊勢早湾。これ彼の名前から付けられたと。そして、後、数百年後に、 地でキリスト教を中心とした大反乱が起きたのも 実は彼が残した遺産なのかもしれないって話なんですよ。で、四国の話。彼なんで四国で商店したのか知ってますかそれは四国、徳島県の剣山にアークと呼ばれる聖なる箱があると。実はここの鍾乳洞で亡くなったって言われてる。で、聖なる箱の話は一旦置いといて、戦後 GHQ は徳島日報にも載ってる記事だそうなんですけど、なぜか徳島剣山地域にやってきてあることを調査していたと。で、それ何調査していたかっていうと、 とイエスキリストの遺骨遺体を回収したって言うんですでこれを例の宗教国家に収めたと言われています結局あの宗教集団は日本で彼が亡くなったことも知ってるし 日本に箱があることも知ってると。そして、なぜキリストが最後の旅の地に日本を選んだかと。それは日本人が特別な民族であるということを知ってるからなんす。日本人とユダヤ人ってよく似てるってめちゃくちゃ言われるじゃない。それ似てるのって、実はルーツが一緒なんですよね。 で、宗教も実は原始キリスト教と原始神道ってめちゃくちゃ似てるんですよ。で、この事実が表に出ると、彼らの宗教的権威が失墜してしまうわけですよ。だからとりあえず遺体は回収できたけど、聖なる箱がまだ回収できてないわけ。そんなもんあの GHQ が、 あの時に一緒に持って帰ればよかったじゃんって思うかもしれませんけど、四国には天才空海が作ったお遍路さんという結界があるんですよ。あれ何のためにできたのか。それはこの箱を守るためなんですね。で、この結 世界があるかから近づけななっったって話なんで,すよでも今でも狙ってて、どうするつもりかっていうと、日本人自体を消滅させてしまえばいいと。弱体化させてしまえばいいと。戦後 GHQ が日本人から様々なものを奪った。その理由は将来自分たちに逆らわせないようにするためもあるし、将来的にあの場所にある重要なものを奪い去るために弱体化させたんです。そしてその指示はあの人から データルバッチくん、こういうことなんだみんな今回の松本さんの件や伊藤選手の件、世の男性たちはめちゃくちゃ及び腰になっていくでしょう。そして今後そういう法律もビシバシに強化されて、おいそれと恋愛結婚できない世界が来るかもしれない。そうなってしまったら、将来日本人の人口は数十年以内にめちゃくちゃ減少するって言われてるけど、多くの移民がやってきて、もう日本というものが 今のものとは全く別のものになるわけですよ。そうなると四国の結界も崩壊しやすくなると。岸田首相の実の弟さん、特定技能制度を利用した外国人就労支援、法日観光を企画する会社の代表取締役って知ってましたかそして今政府が移民制度を 確立しようとしてるのも、これ偶然でも何でもないんですよ。将来的に日本人めちゃめちゃいなくなりますから。だから新しい日本人を入れる必要があるんです。でもそれ全て指示なんですよね。 それはあの場所からそれを持ち去っていくためのものなのかもしれない。知ってました今回のまっちゃんの件って訴えてるのはまっちゃんの方なんですよね。そしてまだ裁判は一秒も行われていません。でも全てを失ったのは松本さんの方です。 ま、身から出たサビだってね、女性リスナーさんたちも思うかもしれません。結婚してる人がね、そんなことするのはおかしいと。それは確かなことなんですけど、でもだからといって、すべてのものを奪われていいわけではないし、それ、証言だけで奪われる世界って、今回の件が OK になったら、今後日本社会は確実に崩壊すると思っています。そしてそれは彼らの思うツボなので、さあ、僕もツボですけれども。な。

の中で話題これからも応援よろしくお願いします。勘違いも甚だし、誰も期待してないから。自民柴橋ゲル氏が総裁選出馬によく、期待がある以上お答えしたい。なんちゅう顔してんねこれいける、いけるいけるダフンダの顔、なんで人は写真撮られる時にダフンダみたいな顔してしまうんやろ。てこと言うほどダフンダかこれ。 「ディープにつかもあぶ